さんこんにちは、ゆりです。はい、タクシーオフ会全国ツアー始まりますということでですね、オフ会全国ツアーの様子をなるべくビデオを撮って、配信していこうかなと思って今撮り始めた。そしてタクシー今広島駅に向かっております。はい、広島駅に向かって一応タクシーのおじさんには、言葉に入れました急に私喋り始めますのでつってはいはい、ちょっと揺れるけど、ちょっと手ぶれ補正かかってるから、そうはい、今日はですね、今日から大阪ですね。今日は夕方、今日の夕方大阪です。今日の夕方大阪で、あさって名古屋で、今回はその次の東京かなで、一旦また帰宅します広島に帰広します。はいはい、そんな感じでですね、名古屋がね、おかげさまでもう満席になりました。名古屋、あと大阪ね、もしこれ見てきたいっていう人は、あと一つは席あるので、はい、それと東京はまだ結構昼が3席、夜が4席あります。なんで、はい、まあ、平日だしね、東京ね。名古屋やっぱ土日がいいのかな、そういうのも含めて今から考えよう。土日ごとに行ってたら私は死んでしまうので何回も言ってるけど、みんな私交通費払っていくんだからな気楽に東北来てくださいとか北海道来てくださいって言ってるけど行くけどね、はいはい、行くつもりなので、ということで楽しく始めていきましょう、オフ会ツアー。それではまた駅に着いたらちょっとビデオ撮ろうと思います。そうそう、これ言わなきゃ、あのね、8月28日の、新横浜ですね、新横浜のオフ会はもうあと一席、あと一席、早いね、もう。で、今回は新横浜はさすがにね、フレンズオンアイスの後なので結構新規の方が多いです。で、28がもうね、いっぱいになりそうなので26日追加します。26日新横浜、はい、追加しましたので、はい、もうちゃんとホテルも抑えてますので、26日にのフレンズオンアイス来られる方、一発目を見てね、みんなでね盛り上がりましょう。なんかね、カナダイもちょっとラテンの、ね、振り付けも入ってるというか練習も入ってるみたいで、結構ね早い時期からやってるよね、びっくりした。こんな時期からもう体作ってんだと思って、でなんかもう結構振りも今から入れてるんだなと思ったら、いやー、マリーナ先生は怖い皆さんまだオフシーズン中ですよもうあんなにやってるんですかと思ってびっくりしました私。はいはい、あのマリーナ先生の本気度がわかるよね。そしてカナダもよくそれについていっていると思います。いやー、楽しみ。あれでさ、新横でみんな見れんだよ、新しい振り付けのやつが。やばくない、もう私昨日のあの一瞬の映像だけでやばいってなったんだけどやばいってそう、ストーリーズにね上がってたんで、ストーリーズこれ貼っつけとかまだ見てない人は見てみて、はいはい、ラテンの振り付けっていうか、ラテンのね、だから基礎の練習をしてるみたいですね、リクで。はい、ということで、もうすぐ広島駅に着きます。はーい、もう来た、新幹線が来た。はい、東京行き乗りますよ、東京行き。いやー、もうゆっくりホームでビデオ撮ろうと思ったら来た、みんな。はい、東京行き乗りますよ。もう一個次にしようか。マジかって感じ。
きな、フランスに行った時と同じ大きなスーツケースです、はい、これで 何が入ってるのかは後で話します。